そこで。はい、尾根到着。くん、無線取れますか？はい、どうぞ。はい、犬お願いします。はい、紹介してます。はい、待て、座れ座れ、こっちこっちこっち、はい、行こう。はい、犬入れました。カジ、待て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 よ。はい、ちょっと待て待て。はい、入らない、よし、入らない、入らない、ちょっと待て、こっち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 、はい、こっち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 、待て待て待て、違う、こっち、待て、ちょっと、そっちな、こっちこっちこっち、こっち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 、はい、こっち、そうそうそう、はい、待て、座れ座れ、違う、こっちこっち、あ、ごめんあ、ごめんごめんごめん、こっち、はい、行こう、こっちだ、こっちだ、待て、こっち、こっち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 、こっち、そう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 、行こう、待て待て待て、違う、ちょっと待て待て、そうそう、ちょっと待て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 、よし、お前カジオ、待て、そう、そうやな、そうやな、そうそう、こっちよ、こっちこっち、そっちじゃない、待て待て待て、違う違う、こっちこっちこっち、待て待て、こっちこっちこっち、こっちこっちこっち、こっちこっち、待て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 、違う、待て待て、違う違う、こっち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 、はい、ゴー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 、はい、ゴーゴーゴー、いけ、はい、ゴーゴーゴー、
ほら。はあ。よかった、こっち。ジントマフィが足越し行って向かってます。こっち行かんでよかったですよ。こっち通ったらもう絶対撃てませんからね。もう道路、車でもね、車にでも当たった日には大変ですからね。当たらなくてもね、大変なのに。はい、ここはですね、みんな大好き鉄塔の下でございますね。はい、こんな感じです。鉄塔の下ね、あんまり見たことないですよね。鉄塔の下ね、東大元暮らしとか言いますけどね、鉄塔下明石みたいな何言ってみたいな感じですけど、そんな感じですね。明るいですね。こうあんまり見る気がないですよね、鉄塔の下とかね、車のあの底とか下ね。いやね、もう僕のとこ来なくていいんですよ。ね、大体ね、僕そもそもね、目立つ人間じゃないんですよ。目立とうとするタイプじゃないんですよ。山でもそんな感じでしょ。僕はね、あんまり打つ気ないんですよ。どうぞどうぞ打ってくださいとね、そんな感じで。ね、いやいやいやとね、 YouTube でこうやってやってんじゃないですかとかってね、言われるかもしれないですけど、僕控えめでしょね。なので僕はね、もともとね、そういったこう目立つような、ね、人間じゃないんですよ。そういうタイプじゃないんですよ、ね、控えめなタイプなんで、たまに打たせてねもらったらいいですし、撮らせてもらったらいいっていうだけで、どうぞどうぞっていうタイプなんで。あ、行きますよ、そっち。82歳さんとこドンピシャよ、これ。お、鳴ったよ。もう撮ったら終わりましょう。もう撮ったら終わろう。鳴ったよ、今。鉄砲の音聞こえたですか？下の方で聞こえたよ。お、宮で流したんじゃないか？やっぱ82歳じゃないね。じいさんの目の前に関心が起きてね。うん、さんが鳴らした？さあ。あ、了解。取れたんすか？取れてないけどね。しょうがない。あ、たら、あ、そっち行きましょう。でもちょっと距離あるなぁ。あ、ここ獅子の上逃げんと思うけどな。はい、了解。どっち向かいにかな、離れんと思うけん。そうだよ、車を降ろうと回したら油から入るとこやし。
うん、今から歩いて行けるけど、そこに着く頃には、もう回り終わったやろけ、滋賀県あげることになるんやないやろうか。もうこんな、食べた演じゃなかろうけどね、他なんて予選逃げたやろ。うん、そうやろうけどね。まあでもどっちね、向かい館とそっから離れんやろうけん。なんで車出そこか。あ、車に乗せれるんやったらめんどくさいか知らんけど、あのまたまで入れてから話してもらったら助かるっすけどね。あ、話した方がいいかね。うん、もうそっから動かんでしょ。あ、動かんと思う。もしあれやったら、車近いんやったら車乗っけてもらって、またまで連れて行ってから、そっから話してもらったらいいですけどね。ちょっとね、今回正直あのアクロバティックなんですよね、いろいろと。まず一つ目がですね、うん、普段とはね、もう全く別なところからですね、入れたとね、いうところがまず一つね、アクロバティックですね。あともう一つですね、ここ先週やったんですよ。先週あの家臣がですね、怪我をして、まだね、山入れれない時に力と、あとはリンマリね、と入れました。だいたいまあ一週、中一週間、中7日ですよね。それで入れることってのはね、あんまりないんですけど、あ、よし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 。それでね、入れましたと。あとね、アクロバティックね、先にこれ言いますね。これですね。あのね、あの、水汲み、あの、いつも飲ませてるやつ、あれね、落としたんですよ、どっかで。でね、どうしようもないんで、あの、これ、湯飲みアクロバティックね、これ家臣と力だったら大変ですよ、これ取り合いですね。これがアクロバティックね。あともう一つね、今82歳さんがね、小さいのを取ったとのことですね。まああの人もね、なんだかんだ言いながらですね、発砲数が少ないんですけど、命中率 100% なんですよね、実は。うん、で、まあ、ちっちゃいのですけど、まあ、取れてと。で、まあ、あの犬がね、まあ、ついて、いる場合、あのやっぱそれは取ってあげないと、ね、あのいくらねちっちゃいからどうのこうのじゃなくてですね、それはもうあの打たないとやはりあの犬に対して悪いので頑張ってんでね、まあ、で取ってと。でそれからですね、家臣をですね、車に乗っけて、まあ、またねあの別のところからですね、要は獅子のその匂いが残ってないところからね、入れ直してっていうね、これもね、今までにないアクロバティックですね。僕自身がそういう風にですね、家臣を別のところに連れて行って車でね、あの入れたっていうのは過去あったんですよ。それは昨シーズンの最終日だったんですけど、そういうのは過去あったんですけど、僕以外の方にですね、そうやってその全然別の場所にね連れて行って、また話すっていうのはね、こういったアクロバティックは今回初めてですね。まだいると思うんで、ここ、まあ、そう言ってですね、まだ犬がね、まあ、競ってないって言いますけど、入っていないところにですね投入して、で、再度ね捜索してもらうっていう感じですね。